ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。堀江貴文です。皆さんこんにちは。寒くなってきましたが風邪はひいてないですか。寺田由紀です。ということで今日は Q&A コーナー、堀江さんに質問に答えていただきたいと思います。なんか久しぶりだな。なんかこっち久しぶりの収録な気がしますよね。はい、はい、よろしくお願いします。それでは今日の質問です。都内に勤める研究者です。ラボが社内にあるため毎日通勤していますが満員電車が苦痛です。フレックスタイムを活用しても都内の電車は混雑が避けられません。鉄道事業者としては望ましいのかもしれませんが、ユーザーとして満員電車解決に向けたアクションが何かありませんでしょうか。座席確保業とか小さなことくらいしか思いつきませんという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思います。はい、本日のゲストはですね、こちら場所をお借りしております DMM ドットメイク秋葉の支配人、吉田健三さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ここはどういうとこなんでしょうか。ものづくりというのがテーマです。ハードとソフトっていうと、まあ、どちらかというとハードより、要は製品、はい、形になっているものですね。ソフトでこうパソコンの画面上で作っても動くかどうか分かんないじゃん。そうですね。でもそういうのを動かして実際にシミュレーションするソフトもあるわけだけど、はい、そのソフトから自動的にこう出力をして、あれのプロトタイプっていうのかな、要は試作品を作るようなものが、うん、そういう、こう工作機械とか置いてあるんですよ、うん、それもプロが使うやつが置いてあって、はい、だけど 2,3 人とかでやることができる、はい、すごい。だこういう場所っていうのは昔は本当大企業とか、うん、大学の研究室とかにしかなかったんだけれども、うん、まあ、大学の研究室も所属せず大企業にも所属せず、そういったところができるようになったのが非常に画期的なんですよね。はい、すごい。おっしゃる通りです。ありがとうございます。ホリエモンチャンネル。私は、こう答えました。格安で使えるシェアハウスとかを都心にどんどん整備することじゃないですかね、というふうに答えました、うん、はい。まあ、だから大変だよね、ラボが社内にあるためっていうのはね。うん、そうですね。やっぱり大企業っていろいろあって、夜中とかね、何も設備とか使えなかったりしますもんね。ありますね。だからやっぱりこう働く時間をこう大胆にタイムシフトしていくというか、うん、そういうのは大事かもしれないですね。なるほど。それと、まあ、うん、僕はやっぱり都心に住むのがいいのかなと思いますね、うん、はい。実はあれなんですよ、不動産って東京、まあ、近郊で100万戸ぐらい余ってるらしい。そうなんですね。家は今空き家が100万戸ぐらいあると言われてます。だから今不動産会社とかはその管理会社、その物件を持って管理してる業者は広告を出して物件借りてもらおうと。じゃあ都心でも、で都心でも今シェアハウスがやっぱどんどん広がってるんですね、うん、なかなかそのでっかいマンションとか借りてくれないんで、うん、そういうところでこう小分けにして1人5万円とか、うん、はい、それぐらいの値段に借りやすくして小口化して売ってるっていうんですかね、うん、はい、はい。じゃあちょっと参考にしてみてください。ということで、はい、最後吉田さん何か告知あれば。あ、はい、一応こちら今の話からもちょっと話させていただきましたけど、ここの施設ですね、24時間営業しております。なんで満員電車嫌いな方であったりとか、ちょっと帰るのやめようかっていう方もですね、ぜひ会員になっていただいて、ここでハードウェアスタートアップとか目指していただければと思いますんで。まだ空きあるんですか。ですね、まだ個室とは別にこのフリースペースですね、はい、フリーアドレスはまだまだ空きはあります。ということで、じゃあ堀江さんも告知を。あ、そうですね、はい、なんかマネーと国家と僕らの未来です。ビットコインの話をしてます。アマゾンで買うとビットコイン付きのモデルもありますし、マネーというこれのテーマソングも売ってます。ということで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。の価値ってなんだろうよ、ぐるぐる回せよ輪転機、ドルをするする FRP。 メルマガの登録はこちら。
YouTube チャンネルもよろしくね。疲れたよ。マラソンだよ。